お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。続けざまにコンブイの動画をアップしてきましたが、今回は超合金魂 GX31 超電磁マシンボルテス5です。この GX31 が発売されたのは2006年6月、販売価格は税込み 17,380円でした。2024年の今年8月には GX31SP 超電磁マシンボルテス5超合金フィフティーンスバージョンの発売が予定されていますが、こちらの販売価格は税込み 33,000円と2倍近い価格設定になっています。高メカの接続ジョイントが変更されているみたいですが、基本的には GX31V と同一の形状のようです。超合金フィフティーンスバージョンを歌っているんだから、ボルトボンバーの二の腕を新規造形して尾翼の変形をデラックスと同様の仕様にするとか、ボルトパンザーのクローラーステーに伸縮機構を取り入れるくらいはやるべきだったんじゃないでしょうか。魂ウェブのサイトを見てみると、シルバー部分はメッキ処理を施し当時の超合金をリスペクトと記載しながら、 GX31V をベースに塗装をアニメ調に調整とも記載されていますが、玩具調なんかそれともアニメ調なんかどっちつかずの仕様みたいです。放送当時のポピニカリスペクトは2008年発売の GX31V ボルテス5リスペクト4ボルトインボックスでがっつりやっちゃってますからね。あえて勝手に訂正するなら、シルバー部分はメッキ処理を施し当時の超合金をリスペクトしつつ GX31V をベースにアニメ調のカラーリングに塗装されていてかっこよく仕上がっているのは間違いないです。僕は今のところ購入予定はありませんが、ネット上ではすでに転売品ばかりが並んでいます。さっきも言いましたが、初版の2倍近い価格なので、高額な転売品に手を出すのは馬鹿らしいですよね。一般店頭販売品なので、発売日にお店へ足を運んで購入するのが賢明です。本当に欲しい人の手に届くように、バンダイさんには潤沢な出荷数で対応してほしいですね。余談はこれくらいにして、GX31 を見てみましょう。後発の GX31V 以降で採用されて初版にできないのがボルテス重戦車への変形。昔の超合金やポピニカ版でも可能だったためマイナスイメージを抱きそうですが、本編では登場していない形態ですので僕は特に気になりません。逆に初版ではボルトボンバーに稼働する拳が内蔵されているので差し替えなしでロボット形態への変形合体が完了します。おまけにボルテスバズーカまで差し替えなしで再現可能なのは唯一この GX31 だけですよ。
3年後の2027年には放送から50周年を迎えるボルテス5。バンダイさんはどんな隠し玉を企画してるんでしょうね。おっと、その前に2年後の2026年はコンバトラー V の50周年も控えてますよ。できればどちらも財布に優しい価格帯でびっくりするような商品を企画してほしいです。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。